それでは今日の問題を解いていきましょう。今日の問題は愛の愛情を計算するという問題です。複素数で出てくる虚数単位の愛というのがありますけれども、これを愛情をした時にどんな値になるかということを計算してみたいと思います。それでは解いていきましょう。なんとなく一見すると1の1乗が1みたいな感じで愛になりそうな気もするんですけれども、実はちょっと違った形になります。計算をしていく段階でいろいろちょっと厳密にはというところがあるんですけれども、ちょっと注意していただきたいのは、これからご紹介する計算かなり適当です。厳密に言うといろんなところがとてもとても大変なんですけれども、まあ大まかにはこういうことですということだけお伝えするような計算になっています。例えば x イコール e のログ x 乗になるというようなこんな式、これ実数の範囲では皆さん正しいことというのは知っているかと思うんですけれども、複素数の範囲内で本当に正しいかということってきちんとは知らないのではないかと思うんですね。でもこれも多分正しいだろうということで知ってるということで OK していただきたいなというふうに思っています。もう一つ、複素数 z というのは r かっこコサインシータプラス i サインシータというふうに表現できる、これが r の e の i シータ乗というふうになるという、これいわゆるオイラーの公式というやつですけれども、これ一応知ってる前提ということにしたいと思います。この式実は高校の教科書に証明はさておきこういうふうになりますよということは載っていたりする時代もある、今ちょっと載ってるかは確認してないですけれども、載っていたりした時代もあるということで、まあまあ知っているということにして話を進めたいと思います。それでは順を追って計算していきます。まずステップ1というふうにしていますけれども、 i イコール e のログ i 乗というふうになるというふうなことをまず書いてみます。 x イコール e のログ x 乗の x に i を代入した形ですね。これ両辺を i 乗すると i の i 乗イコール e のログ i 乗の i 乗というふうになって、これはどういうふうに整理できるかというと、 i の i 乗というのが e の i ログ i 乗になるというふうに整理できるわけです。この式をまず a というふうにしたいと思います。次にステップ2ということで、ちょっとオイラーの公式の方から考えていきます。複素数 z を re の iθ というふうに、まあ、一般的に表せるということが、オイラーの公式の伝えていることですけれども、この両辺を対数を取ってあげます。ログ z イコールログカッコ re の iθ 乗というふうにして、これ対数の関数に関する、まあ、一般的なルールが成り立つということにすると、ログ r プラス iθ かけるログ e というふうになるわけです。そうするとこれ整理し直すと、ログ z イコールログ r プラス iθ というふうに整理できるわけです。ここで、z というのは三角関数を使って r かっこ cosθ プラス isθ というふうに表すこともできたということを思い出して、
これを左辺の方に代入してあげます。ログカッコ R カッココサインシータプラス I サインシータイコールログ R プラス I シータ、こんな感じの式に、対数を使って変化させることができるわけです。ここで R イコール1とシータイコール2分の π という値を代入してあげるとどうなるかというと、左辺というのはまさに括弧の中が i になるわけです。コサイン2分の π っていうのは0で、サイン2分の π っていうのは1ですから、左辺はログ i になります。右辺というのは r が1ですので、ログ1プラス i かける2分の π というような形に式が整理できるわけです。これログ1というのは0ですので、ログ i イコール i かける2分の π というふうになります。この式を b というふうに置いておきたいと思います。それではステップ3ということで、今度は A と B の式を組み合わせて使っていきたいと思います。A というところの式から i の i 乗というのが e の i ログ i 乗だっていうふうに分かっています。そして B の式からログ i っていうのが i かける2分の π だというふうに分かっているので、 i の i 乗っていうのは e の i かける i のかける2分の π 乗というふうになるので、これで i の i 乗というのは e のマイナス2分の π 乗というふうになるということが分かったわけです。これ面白いのが、複素数の複素数乗が実数になってるっていうところなんじゃないかと思います。ちょっと補足しておくと、このステップ2のところで θ イコール2分の π っていうふうにしましたけれども、これ三角関数なんで、正確には θ イコール2分の π プラス 2nπ ということで、何回回転したって結局同じ値になるわけです。ところがこれ e の i シータ乗っていうのが e の i かけるカッコ2分の π プラス 2nπ というふうになるということを考えて、 e の i かける2分の π 乗と e の i かける 2nπ 乗、ちょっと i を書き忘れてますけれども後から書き足します。i かける 2nπ 乗というふうに積の形で表せるって考えると、オイラーの公式からコサイン 2nπ プラス i サイン 2nπ というふうになって、この部分実は1になるということがわかるので、これで実は、あんまり変わらないということがわかります。同じような感じで、実はログ1というのを複素数の定義域で単純に0って扱っていいのかというところも、ちょっと実はいろいろあるんですけれども、まあ大雑把にはこんな感じになるということが分かれてもらえればいいのではないかと思います。いかがでしょうか。 i の i 乗一体いくつになるんだろうっていう感じなんですけれども、なんと e のマイナス2分の π 乗ということで実数になるという、ちょっと面白いことを説明してみました。かなり適当なんで真面目な方怒らないでください。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。